ちは。今日はナングラをします。ナングラです。ナングラします。ナングラです。なんだっけ、今回特上のお肉みたいなんですよね。お肉でしょ。何がいいかな。カズさん、イエス、ありがとうございます。カズさん、ありがとう。 Hello, hi。ヤマさん、ありがとうございます。昼公演お邪魔します。ありがとうございます。コニタ、ありがとう。ハシミシミさん、ありがとう。11、コニタ、ありがとう。こんにちは、こんにちは。コニタン、ありがとう。それかわいい、これめっちゃなんかめっちゃキラキラしてる。くんくん、ありがとう。はるちゃん、ありがとう。え、そう、今回のなんかナングラってあれですよね、なんか 特別新ファン賞みたいなのがありますよね、確か。最近当たってないから入賞したいな。私多分最後当たったの2年前やってないか。いや、2年前よ。最後当たったの2年前。なんかクリスマスのツリーみたいなの当たった以来かな。カルちゃん、ありがとう。当たんないです。欲しい、お肉欲しい。え、そんな経ちます。そう、ちゃんとやってはいるけど当たりはしません。入賞できません。ちょっとほんまに欲しい。もうそろそろね、結構当たってる人当たってるっぽいじゃないですか。ああいうのって悲しい。なんか皆さんも今回何か知ってるんですっけ、あのあれ、プライズ。おはよう、おはようございます、こんにちは。そう、お肉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 食べた。えぐ、お肉食べたいです。お肉食べたい。何がいいかな、ナングラ。ちょっとみんなで私をファン賞に導いてください。当たらないです、これ本当に。お、元肉や。すごい。何がいいかな。今まで内部いいでしょ、でも。内部位作るってめっちゃむずない。しょっす。英語名考える。英語にもお肉の部位はあるんで、うん、NMB にかける。え、そうやね、食べれる部位は全部ついてるからな。え、NMB とかにかけれるんかな。 NMB 肉みたいな。
生バリうまい肉 NMP NM 生バリうまい無理 NM え待ってめっちゃいいこれ NMV 待ってこれめっちゃ好き NMV えちょっとこれにしようかな私えこれ誰かいないよねえ待ってこれえぐいこれめっちゃおもろい NMV NMV にします。BKB やばい NMV めっちゃおもろいねんけどめっちゃいい NMV めっちゃ好きえぐい面白すぎるこれでめっちゃ好き NMV積もってるえもうやばいこれ好きすぎる NMV いやだちょっとこっちの上が相変わらず変あっさり決まりました珍しくあっさり決まりましたありがとうございますありがとうございますもうこれで私お肉が食べれます多分お願いちょっとほんまにお肉食べたいです食べたすぎるお肉ああただなお肉食べたい。まこさんありがとうございます。お肉、お肉、お肉、お肉。マジ食べたい。ほんまにお願い。ダメやった昔のツテドクターありがとうございますいただきますこんにちはこんにちはちょっと揺れてるごめん、そう、ゆらゆらしてるわ。ありがとうございます。まっすぐならへん。え、A4 ランクのお肉やった。えぐっ。ちょっと分けてください、私に。今日劇場持ってきてください。こんにちは。こんにちは。ゆうさんありがとうございます。ハート。こんにちは。こんにちは。こんにちは。おそうめっちゃ来た。こんにちは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 。六つの部位。こんにちは。こんにちは。みんなこんにちは。ありがとうございます来てくれて嫁から週末のご飯を決めろって言われて肉にしためっちゃいいちょっとなんかめっちゃ来たこの和牛すごロースとカルビやったらどっち派どっちも好きやすべえさんありがとうございます。へいはちさんありがとうございます。お腹空いてきそれな。めっちゃお腹空いた。パーカーはい。確かに馴染んでる。今日は初パーカーです。
家から引っ張り出してきました。ヨンさんありがとうございます。お肉いっぱい食べたい。ちょっとマジ当たるかな、ちょっとなんか当たる、ちょっと NMV は当たるやろ。ちょっとこれで当たらんかったら私はもう悲しみます。びっくりドンキーのいいな。マネージャーに焼肉弁当リクエスト、チカポよ。めっちゃ食べたい。あ、よし。でも最近ね、お肉ももちろんもう大好きなんですけど、海鮮がめっちゃ好きで、今海鮮えぐいんですよ。この間名古屋友達と遊んだんですけど、 NM ビーフの NMV さっきのやつ混合してる。ゆうさんありがとうございます。そう、名古屋遊んでてめっちゃ美味しい海鮮食べに行って、もう美味しすぎて、それがえぐかったんですよ。ちょっと本当に美味しくて、かといって別に値段もめっちゃ高いわけでもなくて、えぐいと思って、めっちゃ美味しかった。マジで美味しかった、本当に美味しかったです。写真にはちょっとすぐ出せないんですけど、海鮮は何が好きやろ。いくら、サーモン、あとイカとかも好き。何でも好き、正直全部美味しい。海鮮丼大好き。お魚っていいですよ。甘エビも好き、エビも好き。ホタテめっちゃ好き。ホタテえぐいぐらい好き。ホタテマジで好き。結構ホタテは上位。ホタテは上位です、私の中の。失礼します。あ、お隣失礼します。いやだ。イサちゃんが来ました。イサちゃん勉強してたん、勉強してたん。私もやばいね今、ちょっとやらな来たんですね。なんか海鮮、今海鮮の話してて。お寿司ですか。そう、あ、この間海鮮食べに行って、私が。そう、何が好き。イクラです。え、美味しいよね。イクラとサーモンしか海鮮。え、わかる。あ、同志です、同志。同志やな。ショールーム、あ、ツイートしますね。ホタテはマジで美味しい。ホタテ好きなんやね、私。ホタテ生無理なんです、私。焼いたらホタテ好きです。どっちも美味しい。どっちも好き。この間ホタテ食べた。美味しい。いくらやっぱ美味しいよ。いくら安定で美味しい。何グラ？なんか私最近ね、この間ジオンと喋ってた時に、ジオンとユキノと喋ってた時に、なんか美咲ってなんか絶対関西弁染まらないよねみたいに言われたの。確かに。でも私的には結構エセ関西弁なってるなって思ってて、でなんか地元の友達とかと話してると結構その標準語みたいになるんだけど、はい、こっちにいると結構私使ってる気がしてんの。どうだろう。でもなんかなんちゃらやねんとか聞くイメージないですね。それは言わんかも。エセ関西弁、エセ、マジエセ、エセすぎて、エセ、エセ。こっちも配信しますね、こっちも。お隣です。どう、なんか、くるみやばい、マジで関西。もう関西すぎて、ちゃんと染まってますよね。ちゃんと染まって、あの人まだ来て数ヶ月でしょ。ちゃんと突っ込みますからね。なんかリハの時になんか先生とか誰かメンバーがボケたり、待ってくださいみたいな、めっちゃ突っ込むから。しかも服装もやばい。マジで関西すぎて。あの真っピンクのズボンに、まあ、緑、大阪のおばちゃんのトラ、アイカさんカラーですとか言ってた。アイカさんカラーで。ちゃんと靴も緑だった。すごいですね。マジで本当に東京の人、こんにちは。たまに出てるよね、やっぱり。私めっちゃおばあちゃんの方言が映ってます。なんちゃらいけんって言います。おばあちゃんいけんから、鳥取なんですけど、なんちゃらいけんからって言ったのに言っちゃいます。あ、
おばあちゃん家行って帰ってきたらめっちゃ染まってますね。あるやすいから。あるよなとかなって関西弁じゃない。あるよな関西弁なんですか。あるよね。えあるあるあるよね。えあるよな。あるよな、もうルが上がってる時点で関西弁。あるよねだもん。あるよね。えあるあるって。あるよね。いやこの東京行った時にその周りが関西弁なさすぎて全標準語やからえみたいな。あそうやなとか思うわ。あそうやな、あそうやな関西弁ですか。関西弁。そうだね、そうだねとか。あ、そう、あ、そうだねもですか。そう、そうだねは関東。関東、関東、関東。そうだね言わないですね。え、くるみはマジで大阪の女。何ぐらい何でしたっけ、お肉の部位でしたっけ。そう、お肉の部位。私ね決めてん。うん。私は NM ビーフの NMV。あ、V V V。あ、なるほど。ビーフ。どうしようかな、お肉。せやなになれば完璧。そこまでは言ってないかも。お肉の部位。なんかだからマジなんかエセ、エセすぎて、エセすぎてやばい。耳とかどうし、耳ビーフ。耳ビーフ。耳です。あれ耳です。ねえ、語尾に知らんけど、ああ知らんけど、ハラミ、何やろ。え、ビーフってもうダメなんかな、そもそもビーフはあるもんだから。 NMV だけにしとこうかな。いや、いいか、 NM ビーフの NMV。 V はひらがなにしてとりあえずかっこいいカタカナつけとこう。愛知の人関西弁に影響されやすい。そうなんかな、どうなんだろう。耳、私がでも割となんか、いや、あの愛知の方言みたいなの入ってないから。え、待って、これダジャレ、みんなダジャレか、順位とか出る、知らんか、あー飛ばしちゃった。いやー、待て、ビーフ、いやーミート、こんなあるんや。え、これ1まで来たね。英語、標準語、ミャーミャーミャリサ、サンタクロース、やばいリサ食べられてる。ちょっとうまいかもしれないですね。友達に豊橋の子おるけど表現マジで、リササンタクロース、ミサキヤッホー、タコを一番投げてもらえた人は自動的に1位になる。だからじ、あ、そうなん、なるほどね。お肉、ジャンダラリンはそう言わん。え、でもこれってさ、あれでしょ、ジャンダラリンって何々ジャンのジャンじゃなくて、お肉の部位の名前だもんね。ミサさんだっけな、なんか違ったんだよ。でも私は使ってない気するとか思いながら、何々ジャンのジャンじゃなくて、あ、なんだっけな、知ってる人いますかこれ。何々ジャンじゃなくて、こんなショールームですることじゃないですね。ミサさん、そうじゃないんですか。そうじゃないんか、これじゃっていいですか。あ、違うか。なんだっけな、みさん、ありがとうございます。いただきます。もうマルモルファンの方のやつなんですけど、みさん、サンタクロースは天才すぎたかもしれない。なんだっけな、ジャン、ジャンは、そうじゃん。私まだ何グラで賞取ったことない。今回なんですか。ないです。私1回しかないの。2回ぐらいあるんかな、覚えてない。でもね、あの1回、なんかこれが、これの時になんかあなたの好きなもの絵で描いてくださいみたいなあったじゃないですか。あれでケイトさん描いたんですよ、うん、そしたらケイトさん描いた中で1人だけ外されて、もう、かわいそう、こんなに愛が重いのにと思って、ちょっと悲しかった。こんにちは、こんにちは、今日は B2 です。昨日はサラダでした。こんにちは。愛が重すぎた。スマタン、ありがとう。なんだっけな、愛、三河のジャンはね、やっぱマジで思い出せない。誰か知らない？三河のジャンは、あ、そう、じゃ、え、じゃないかか。あ、違う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 。何？私の言語のノートすごくない？何々じゃん。びっしり。あ、そうじゃん。できないの。あ、思い出した。それだ。そうじゃん。とかの方だ。なんか結構さ、あれだ。
そう何々じゃんじゃなくて、そうじゃんの方か。勉強できる人ってめっちゃ佐野と綺麗っていう、あ、汚いっていうか、じゃあ賢いんですか。めっちゃ切ってきた。こういうのって赤より青でやる方がいいらしいよ。あ、そうなんですか。なんか集中できるとか言いますよね、うん、じゃんね、あーじゃんね、すごくない。確かに確かに、言語、あのそれか、あの古文です、古文、つついずつやってる。なるほど、ね、昔田舎渡らいけるどうのこうの。みわさんありがとう。川じゃんじゃん川じゃんじゃんでもじゃんは結構使う。じゃんって使わん。私使わないです。そうじゃん、なんちゃらやんって言いますね。ああそうか、そっちに入るんか。じゃんは使うかも。ダラとかリンは使ってる人見たことない。ダラないないダラ。ないないですね。あるある。だから一人ぐらいいるかな。でも私は聞いたことない。三河の方やからな。ノートだけ聞いたことないかも。おバカな人。豆板醤それは違う。東急が使うそうだな。確かに、リサさん宅いそういそう。でもちょっとリサさん宅ですから、ちょっと派生したいふうにしようかな。冷やしカレーさんありがとう。リサロースじゃん。三河弁やな。三河弁でも使う。何々だら、なんだっけ、もう一個リンリンさ、リンって何か、ちょっとさっきのコメントもだろ。リン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 、リサさん何々、あれどこ行った、どこ行った、あった、しなさい何々サンタクロース。リサ何々リンってこと。サンタクロースみたいな。リサ食べられちゃうからね。何々リンってこと。えサンタクロースにしようかな。サンタ食べリン、サンロースはロースだからサンタクを選ぶのやつにしようか。これミリン、サンタクえサンちょっと初、これは初耳かも。カタカナでサンタクロースで、これは初耳。ダラーは知ってる。何々ダラー知ってるけど、ジャンはまあ有名じゃん。どこの名かな。帽子とかじゃん。ミリン、あでも、はよねリン。やばい、苦労しないで。知らん。どんどんダジャレになるだねこれ。またおいで。やばい、サンタンタンだった。静岡つろ。ジョーロース。あ、リササンタジョーロースにしようかな。リサさん宅ジョーロース、また多い、クリスマス限定で初めて聞いたね。私も初めて聞いた。あるのは知ってたけど、あるの、あるのは三択。え、あるのは、あるのはどういうあるのは、あるのは何々、それがあるのは知ってたけど、え、それあるん知ってたけどです、ね、あーもうあでもそう思ったら染まってないかも。あるのは、あるのは、はある、あるのは標準語だと思う。なんか教科書みたいですね、なんか英語の教科書、そこにあるのはペンですね。あるある、これはペンです。This is a pen。 難しい、これまだ大丈夫か。そこにあるのは、にわさんありがとう。サンタありがとうはマジで言ってる。やばい、あれあれマジで触った。ありがとう、ありがとう、んありがとうってなんかとって下がったらなんかみんなが上がってんのに可愛くないなと思って、ありがとうってなっちゃう。やっぱサンタクロースにして関西弁使えてるんかすらわからん。だから使おうと思ったら使えるんかも。サンタクロース、ちゃうちゃう、サンタクちゃうやろ、ちゃうやろは言うかも。言ったことあると思う。わかんない、多分言ってると思う。サンタクロース、サンタクロ、サンタクドラえもん、あ、ちょっと待ってね、これ知ってる。ドラえもん、ドラえもんやろ、マイティの。サンタクロースかな。めっちゃあれめっちゃ見た、めっちゃ面白かった。あれ TikTok に夜中に流れてきてめっちゃ爆笑してた。あれおもろすぎる。ドラえもん、サンタクロースおかしいや、おかしい、マジで。ドラえもん、ドラえもん、あとちょっと TikTok コメント解禁なので待ってます。嬉しい、へへへ。あえどうしよう、これで16歳ちゃんとなったのにさ、コメント解禁できへんかったら、なんでみたいな、ちょっとショック。それはさすがに
ちょっと待って、私そろそろちょっと声の準備していきますわ。三択ローズ、三択で。ではちょっと切ります。いきます。13位の方、はしみしみさん、ありがとうございます。12位の方、なにわさん、ありがとうございます。11位の方、すまたん、ありがとうございます。10位の方、しおまよさん、ありがとうございます。9位の方、冷やしカレーさん、ありがとうございます。8位の方、かるちゃん、ありがとうございます。7位の方、こにたん、ありがとうございます。6位の方、やすえさん、ありがとうございます。5位の方、平八さん、ありがとうございます。4位の方、くにやんさん、ありがとうございます。3位の方、くんくん、ありがとうございます。2位の方、よんさん、ありがとうございます。そして1位の方、ゆさんです。ありがとうございます。カタカナでいいかな、みんなありがとうございます。クリスマス限定の、では昼を歩いていきます。みんなありがとうございました。